日韓議員連盟は自由民主党を中心に結成される日本の超党派の議員連盟。前身は冷戦真った中1972年にアメリカの意向で発足した日韓議員懇親会で1975年に現在の名称に解消された。冷戦時代は 韓国の議員との交流などを積極的に行い、友好関係促進により西側諸国として団結して東側諸国に対抗することを目的にされた。日本社会党がアメリカを敵対しし、ソ連などの東側諸国である北朝鮮を支持し、交流していたのに対抗して、自由民主党や民社党など自由民主主義を標榜としていた議員が多数在籍してきた。 その名残で前内閣総理大臣の安倍晋三を、はじめ大半を自由民主党の議員で構成する。軍事政権時代は韓国に批判的だった左派も2002年の北朝鮮による日本人拉致問題発覚後に旧社会党議員だった民主党議員や公明党、日本共産党なども参加してきたため連盟も変わってきた。民主党議員のみの民主党日韓議員。 交流委員会と日韓議員連盟の両方に所属している民主党議員が多い。冷戦中で韓国が軍事政権だった時では政権同士の関係の緊張も指導者の意を受けた側近や補佐役が交渉チャンネルとして役割を果たしてきた。しかし韓国の民主化後や冷戦崩壊後に日韓間でいわゆる歴史認識問題や領有権問題が 懸案となり、水面下の交渉チャンネルは機能しなくなった。過去の日韓関係では一定の役割を果たしてきた、日韓協力委員会や日韓議員連盟といった、両国指導層のネットワークも、今では、日韓間を調整する能力を持っていない。他に、日韓関係の議員連盟としては、朝鮮通信史交流議員の会、日韓海底トンネル推進議員連盟等が、 存在する。日韓議員連盟会長、ぬかが福四郎。ありがとうございます。